トラピスとマイナス 1C は地球から見て水亀座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星トラピスとマイナス1を公転している太陽系外惑星である。2016年にトラピスと望遠鏡によってトランジット法で発見された。トラピスとマイナス 1C は地球の1.095倍の大きさを持つ岩石惑星とされている。質量は 当初、地球の1.15倍や1.38倍などと観測結果によって若干のばらつきがあったが、2018年2月に発表された観測結果により、現在は1.156倍前後という値になっている。また、これまで質量の誤差が大きかったため、詳細に求められなかった密度と表面重力の値が詳細に求められ、トラピスト -1C は、 地球の0.883倍の密度を持ち、表面の重力の強さは地球の0.966倍であることも判明した。密度が大きいため、トラピスト -1C は地球と同じように岩石でできており、海や氷、厚い大気は存在しないと考えられている。主星からの距離は地球から月までの約6倍しかない約 0.0158AU で、 わずか二日半で好転している。C、B イコール8、5、D、C イコール5、3という軌道共鳴の関係が見られる。トラピストとマイナス 1B とトラピスとマイナス 1C が同時にトランジットを起こす想像図2016年5月4日、トラピスとマイナス 1C はその内側を好転するトラピスとマイナス 1B と共に同時にトランジットを起こした。その様子は ハップル宇宙望遠鏡によって観測され、大気成分の分析を試みた。その結果、詳細な大気成分は判明しなかったが、少なくともガス惑星のような水素などで満たされた大気ではないと判明した。ありがとうございます。